毎年こうやって5月の連休にその釜出しっていうのをやってるわけです。それを皆さんに今まで作ったものを全部出してこうやって皆さんに見てますということを毎年やってるわけですが、それについて毎年そういうふうに新しいものといって挑戦して、ものを見てもらうというのがやっぱり作り手としての生きがいでもあるし、やっぱり気に入ってもらえば嬉しいという、仕事のように尽きるということになるわけですが、そういうふうでとにかくこういう陶芸っていうのはこれだけやればいいっていうものじゃなくて、もう死ぬまでが勉強ということで、本当やりがいがあるんだなということは思っています。